1月26日、奥村組の新 CM 発表記者会見が奥村組クロスイノベーションセンターで行われました。それは何万人もの期待を背負うユニフォームのようだった。僕にはわかる、堅実さと誠実さがこの作業服に宿っているということを。建設が好きだ奥村組。奥村組では1月28日から新たなコマーシャル映像を放映。今回のコマーシャルでは野球選手のアメリカメジャーリーグボストンレッドソックスに所属する吉田正尚選手が出演。映像は吉田選手が奥村組のユニフォームを着用し建設現場を訪問。そこで働く奥村組社員たちから感じた堅実さ、誠実さ、熱意を自らのナレーションで語る内容となっています。それではここから吉田選手の奥村組入団記者会見に移りたいと思います。改めて吉田選手に伺います。奥村組に入団されて今の率直なご感想をお願いします。いやもう非常に嬉しい、なんか面白いですねこれね。非常に嬉しい、光栄なことだと思います。はい、作業服が似合ってるなっていうのは先ほど CM を見ても感じたんですけども、吉田選手どうですか。いやもう初めてのことなので本当に、でも僕も自分が想像するよりも意外に似合ってるのかな、あとは皆さんに感想して自分としてもすごく気に入ってます。はい、ありがとうございます。奥村組と無事に契約された時の感想というのは。無事に、いやもう、まあ、本当に、まあ、真面目な話、本当に、ね、たくさんの方の、ご協力というか、まあ、ご縁で、この場に今、立たせてもらっていると思いますので、そこはすごく本当に感謝していますし、まあ、身が引き締まる思いで、はい、今日迎えています。条件面等も問題なかったですか。いやそれはもう、はい、いいんですよ。奥村社長も会社での活躍期待されてますか。そうですね、素晴らしい戦力補強になったかと思っています。奥村組、さらに頑張っていかなければいけないなと今固く行動に誓っているところです。はい、それではこれ CM についても伺っていきたいと思うんですけれども、今回の CM で完成したものを吉田選手もご覧になったと思うんですけれども、はい、その時の感想というかどうだったでしょうか。もう先ほども言いましたけど初めての体験ばかりで、まあ、本当にどのような形でもう完成するのかっていうところがすごく楽しみにしていて、実際に確認して本当に奥村組様のこの何ですかね、堅実さ誠実さというところを、うまく伝えれているのかなとは自身も思いますし、本当に、この自分の野球というものを通じて、まあ、ユニフォームも先ほども一緒でしたけど、やっぱ通じるものがあるのかなっていう、撮影時も感じながら職人の方とも、まあ、コミュニケーションを取らせていただいたんですけども、まあ、すごく本当に充実したあの撮影だったと思います。ありがとうございます。奥村社長はいかがでしょうか。当社の堅実誠実という部分をこの CM で表現していただいているというのもありますし、また大阪本社企業として最後に両作品ともオチをつけている、これがいいのではないかなと思っています。ヘルメットとそれから靴下の部分ですね。そうですね、ヘルメット、それと赤いソックス、はい、この部分が私非常に気に入ってます。はい、CM 撮影時なんですけども、吉田選手は初めての経験というお話もありましたけども、どうでしたかその時の雰囲気。やっぱり直接現場の方も行かせていただいて、あと本当にたくさんの、方がこの一つの作品に何ていうんですかね、みんなで力を合わせて準備をしていただいて当日を迎えましたので、そこをすごく考えるかというんですが、本当に一つの作品にみんなが、まあ、同じ方向を向いて、まあ、これは野球も、まあ、建設も同じなのかなという思いでやってました、ね。